ハッブル宇宙望遠鏡の一番成功な火星の画像を ACS により撮影され1ピクセルあたり約8キロメートルである火星の観測史とは火星観測の歴史である本項目では紀元前2000年期の古代エジプト天文学から遡って火星の観測史を説明する中国では州が起こる以前に火星の動きが指認されていた 古代バビロニアでは、バビロニア数学の発展に伴い惑星の位置を予測できるようになり、火星の位置も詳細がわかるようになった。古代ギリシアでは、哲学者、天文学者らが天体の動きを説明する、天動説を発展させた。ギリシアやインドでは、火星の核直径が測定された。16世紀には、ニコラウス・コペルニクスが、 地動説を唱え太陽系においては太陽を中心に円軌道を取るという説が発案された。後にヨハネス・ケップラーによって火星の正確な観測データから円軌道から楕円軌道に修正された。17世紀に入ると1610年、ガリレオ・ガリレイにより望遠鏡での観測が初めて行われた。同世紀にアルベド地形が発見され、 大シルチスや極寒などが見つかった。また、望遠鏡は惑星の光転周期や赤道傾斜角の測定をもたらした。これらの測定結果は主に火星などの天体が一番接近する章という地点で出されたデータである。19世紀では望遠鏡の発展によりアルベド地形の詳細な地図が作られた。これが初めて出版されたのは1840年であり。 1877年からは続いて改良が行われた。火星の大気から水の吸収線を見つけたという誤解からは火星の生命存在可能性が大となった。パーシュバル・ローウェルは火星で人工の運河があると信じた。これらの線形特徴は作詞であると証明され、大気は地球のような環境を保持するには薄すぎると分かった。 火星にある黄色い雲は1870年代から観測されており、ウジェーヌ・アントニアディは砂塵が風に吹かれているからだと提案した。1920年代、火星の表面温度が低く摂氏85度から摂氏7度であると測定された。大気は乾燥しており、酸素や水は微量しかないことが分かった。1947年、ジェラルド・タイパーは薄い火星の大気に 地球の約2倍ほどに酸化炭素を含んでいると示した。火星のアルベド地形の最初の命名は IAU により1960年採用された。1960年代から多数の宇宙ロボットが火星の軌道周回や表面調査のために打ち上げられた。現在も地球や宇宙空間からの観測型ような電磁スペクトルを通して観測されている。 火星由来の隕石の発見により火星上での科学的条件が調査されている。太陽から見て地球が火星を追い越すと火星は一時的に逆向きに動いているように見えることがある。夜空を動く物体として火星は古代エジプトから記録されていた。紀元前2000年期までに通常の方向から逆向きに移動しているように見える逆光運動が知られていた。火星は ラメシアムにあるセティ一世の墓の天井やセネムットの製図にも描かれている。校舎の製図の方は最古の製図として知られており、紀元前1534年の惑星の位置が記されている。シンバビロニアの時代ではバビロンで位置の観測や惑星の天球上の行動の基礎が作られていった。当時の天文学者は火星が79年間に37回。 好転することや42周王道を通ることが分かっていた。また、惑星の予測位置の誤差を少なくするため、バビロニア数学が使われた。この技術では、電球上の惑星の位置から導き出したわけではなく、火星が昇ってくる時間の測定によって得られた。中国における火星の動きや出現の記録は週が起こる前から始まり、はた朝までに、 惑星の合わせに似た現象が発見された。金星による火星の遠平は368年、375年、405年に観測された。惑星の軌道は当の時代には詳細にわかっていた。古代ギリシアではメソポタミアの文化から伝来した知識に影響を受け、バビロニアでは火星を戦争と薬病の神である。ネルガルにギリシアでも戦争の神である。 アレースを火星と関連づけた。この時期にはギリシアでは火星への興味があまりなく、著名なヘシオドスの仕事と日にも火星について言及されていない。地球を中心とした天動説の宇宙のモデル。ギリシアでは背景の星と関連のある七つの天体をプラナタンと呼び、地球中心に天体が動いているという考え方が展開された。 惑星について定義された最古の記述はプラトンが記した国家である。彼の目録には地球からの距離が近い順に並べられており、月、太陽、金星、水星、火星、木星、土星、固定された星の順に書かれている。彼のティマイオスという本では天体の巡行が距離に依存し遠いほど遅く動くということを提唱した。プラトンの学と アリストテレスは紀元前365年に月による火星の遠平を観測した。このことから火星は月からよりも地球からの方が遠いと結論付けた。彼は別の天体の遠平もエジプトやバビロニアで観測されていたことに気づいた。アリストテレスはこの証拠を使い惑星の順序を決定した。彼が表した天体論では地球の周りを太陽や月、 他の惑星が固定された距離で回っているという宇宙のモデルを提唱した。また、ヒッパルコスは地球の周りにある受塩の周りを終点円が回っているという複雑なものに発展させた。2世紀頃のアエギュプトゥスではクラウディオスプトレマイオスが火星の軌道の運動の問題に対処するように試みた。火星の観測結果では軌道の速度が一方では 他方より40%ほど早く、アリストテレスのモデルでの動きが変わることのないという、主張に矛盾が生じてしまったのである。そこでプトレマイオスは、エカントという点を設け、この点に対して、一定の角速度で動くと修正した。また、彼は、惑星の順番を、月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星、固定された星の順であると提案した。 プトレマイオスは自身のモデルをアルマゲストに掲載し西洋の天文学において今後4世紀にわたり信頼のできる専門書となった。5世紀のインドではスーリアシターンタという本で火星の核直径が約2分と推測され地球からの距離は1043万3 0 0 0トルと推測された。これにより火星の直径は 約 6,070km と推定され、現在の 6,788km から11%しか誤差がない。しかしこの推測では、惑星の角直径の計測が図算であり、望遠鏡による測定とのずれが顕著だった。この推測はプトレマイオスが測定した1.57に影響されたのではないかと言われている。どちらの値も後に、望遠鏡で得られた角直径より、 かなり大きい。1543年にニコラウス・コペルニクスは太陽中心のモデルを考え、天球の回転についてを出版した。これにおいて金星と火星の間に地球の軌道が設けられた。彼の考えでは火星、木星、土星の逆光についても説明が可能となった。コペルニクスは惑星を太陽からの光転周期により正しい順番で並べ替えることができた。 彼の仮説は徐々に受け入れられ、特にエラスムスラインホルトがプロイセン表を1551年に出版した後にヨーロッパで広く受け入れられた。1590年10月13日、ミハエル・メストリンは金星による火星の遠平を観測した。彼の学徒、ヨハネス・ケプラーはすぐにコペルニクスの考えを支持するようになった。メストリンによる教育が終了した後、 ケプラーはデンマークの天文学者ティコブラーへの助手となった。ティコの観測した火星の記録を見るのが許されるようになるとプロイセン表の代替品を集めた。円軌道での火星の動きでティコの記録と何度も合わせるように試行錯誤した後にケプラーは軌道は楕円軌道であり太陽はその焦点であると気づいた。彼の考えは ケプラの法則への基礎となり1615年から1621年の間にはエピトメ・アストラーノミ・コパーニコニーが発行された。火星は一番大接近する時も、角直径が25秒程度であり、肉眼では非常に小さく見える。そのため、望遠鏡が発明される前は、天球上の位置以外は知られていなかった。イタリアの科学者、 ガリレオ・ガリレイは望遠鏡を初めて使った人物である。彼の記録では火星の観測を1610年の9月に始めていたとされる。当時の望遠鏡は惑星の表面を詳細に表示するのは困難だったため、まず火星が金星や月のように部分的に暗い位相を示すのかを確かめた。彼は成功したという自信はなかったが、12月には、 火星の核直径が小さくなっていることに気づいた。ポーランド天文学者、ヨハネス・ヘベリウスは1645年に火星の位相について観測している。テアルベド地形であるオーシルチスは地球から見ると大体中心にある。NASA、HST1644 年にイタリアのダニロ・バートリーは火星に2つの暗い反転があることを報告した。1651年、 1653年、1655年の章の時、ジョバンニ・バッティスタ・リッチョーリと彼の学徒、フランチェスコ・マリアグリ・マルディラもアルベドの異なる反転に気づいた。これを火星の地形として最初に図示したのはオランダのクリスティアン・ホイフェンスである。1659年11月28日にホイフェンスは現在大、シルチスとして知られる。 明らかに暗い地域を図示し、極寒とも思われるものも描いていた。同年、ホイフェンスは火星の自転周期が約24時間であることも導いた。また、彼は火星の直径を地球の60%と概算した。火星の南の極寒を決定的に言及したのは1666年のジョバンニカシーニによるものが初めてとされる。同年、 彼は火星にある目印を使い自転周期を24時間40分だと突き止めた。これは現在と3分以下の誤差しかない。1672年にはホイヘンスがぼやけて白く見える北の極寒に気づいた。カッシーニは1671年にパリ天文台帳になった後太陽系の大きさについて考えた。惑星の軌道の大きさは ケプラーの第三法則により相対的な大きさは分かっていたが実際の軌道の大きさは分からずじまいだった。このため火星の位置は恒星では年収しさにより位置を変えて測定するのに対し日収しさを使う方法で測定した。この年には火星が近日点を通り過ぎていており地球からも近かった。南米の海縁で フランスのジャン・リシェが測定しているのと同時にカッシーニとジャン・ピカールはパリからの火星の位置を突き止めた。この観測は使用機器の質が悪かったがカッシーニによる死素の計算により誤差は10%になった。イギリスのジョン・フラムスティードも同様の測定を試みており似た結果を得られた。1704年にイタリアのジャコーモ・フィリッポ・マラルリは 火星の南極についての体系的な研究をし、火星の回転による変化があることに気づいた。つまり極寒は極の中心ではないということを示している。彼は極寒の大きさは時間とともに変わっていることにも気づいた。イギリスのウィリアム・ハーシェルは1777年に観測を始め、特に極寒について観測した。1781年に彼は、 南の極寒が極めて大きくなっているのに気づき、過去12ヶ月の間は暗かったためとみました。1784年までに南の極寒は小さくなっていったので極寒は火星の季節によって変わり、氷からなっていると考えられた。1781年、彼は火星の時点周期を24時間39分21.67秒と推定し、 自転軸との赤道傾斜角を28.5度と測定した。彼は火星には私たちのように暮らすためには注目には値するが大気はあまり濃くはないことに気づいた。1796年から1809年、フランスのホノレ・フレイジャーは黄土色のベールが火星表面を覆っていると主張した。火星の黄色い雲や砂嵐を記録したのは これが初めてであるとされている。19世紀初め、光学望遠鏡の大きさ、質の発展により、観測能力が進歩した。一番注目されたのは、ドイツのヨゼフ・フォン・フラウンホーファーが発明したアクロマートであり、コマ集差を解決することができた。1812年までにフラウンホーファーは、直径 190mm のアクロマートの作成に成功した。 アクロマートの大きさは、屈折望遠鏡の集光力と解像度を決定する主の要因である。1830年、火星が小の位置にある時、ドイツのヨハン・ハイン・リッヒ・メドラーとビル・ヘルム・ベアは、フラウンホーファーの 95mm 屈折望遠鏡を用いて火星の調査を始めた。彼らは目印として、赤道の八南にある特徴を選んだ。観測中に、 彼らは火星の地形が永久的であることを明らかにし、自転周期を正確に測定した。1840年にメドラーは火星の地図を描くために10年もの観測をまとめた。彼らは目印に名前を与えてはおらずサイナスメリジアには、A といった風に文字で表した。1858年火星が小の位置の際にバチカン天文台で、 イタリアのアンジェロ・セッキは青い三角形のような特徴に気づき、ブルー、スコーピオンと呼んだ。この特徴は1862年にイギリスのノーマン・ロッキャーなどにも観測された。1862年のショーの時、オランダのフレデリック・カイセルは火星を描いた。彼のイラストとホイフェンスや自然哲学者、ロバート・フックの説明を比較するとカイセルの方が、 火星の時点周期を精密に計算できていた。彼の出した値は24時間37分22.6秒であり、誤差は10分の1秒程度しかない。1905年に出版された、プロクターによる火星の地図1892年、ベルギーのルイニース展によって描かれた火星の地図石器は1863年に、初の多色の地図を作った。 彼は地形を区別するために有名な探検家の名前を用いた。1869年、彼は2つの暗い直線上の地形を発見し、このリーと呼んだ。1867年、イギリスのリチャード・ A ・プロクターは1864年にウィリアム・ドーズが描いた図を利用し詳細な地図を作った。プロクターは明暗による地形を 火星の観測に貢献した人物にちなみ名付けた。以後10年間ほどでカミー・フラマリオンやナサニエル・イーグリーンらにより同等の地図やその用語の体系が作られた。1862年から1864年、ライプツィヒ大学でカール・フリードリヒ・ツェルナーは月や惑星、光星の反射率を測るために高度計を改良した。火星ではアルベドが0.27という結果が出た。 1877年から1893年、ドイツのグスタフ・マラーやポール・ケンプラは、ツルナーのコード計を用いて火星を観測した。彼らは、位相定数が小さいことが分かり、火星の表面は滑らかで大きいデコボコがないことが分かった。1867年には、フランスのピエール・ジャンさんとイギリスのウィリアム・ハギンズらは、 火星の大気を調べるために分光器を用いた。両者は火星と月の分光スペクトルを比較した。月のスペクトルには水の吸収線が現れなかったので彼らは火星の大気には水蒸気が存在するということが信じた。この結果は1872年にヘルマンカール・フォーゲル1875年にエドワード・マウンダーにより確認されたが後に疑問視された。 1877年、火星は近日点で小になったため観測に好都合な時がやってきた。イギリスのデイビット・ギルはこの機会にアセンション島で火星の日周視差を測定し8.78プラスマイナス0.01秒と推定した。この結果を用いて火星と地球の軌道の相対的な大きさに基づき地球から太陽の距離を正確に求められるようになった。彼は 火星の大気のせいで、橋がぼやけて、見えるのに気づき、そのせいで正確な惑星の位置を得られないと分かった。八百七十七年八月、アメリカのアサフホールは二つの火星の衛星を、アメリカ海軍天文台で六六百十ミリメートル望遠鏡を、用いて発見した。二つの衛星の名前、ホボスとダイモスはイギリスにある、イートンカレッジの理科教師、ヘンリー・ジョージ・マダンの提案で、 ホールが選んだ。ジョバンニスキアパレッリが1887年から1886年に作った火星の地図。コノリーと呼ばれる地形は細かい線で表されている。1914年にローウェルによって描かれた火星の南極の射星が1877年のショーの際、イタリアのジョバンニスキアパレッリは 22cm 望遠鏡を用いて、 火星の詳細な地図を作ろうとした。彼の地図では、コノリーと呼ばれる地形が明白に含まれていた。これらのコノリーは、火星の表面にある長い直線上の地形とされ、彼は地球上の有名な川の名前を名付けた。彼が使った、用語、コノリーは、英語圏では、キャナルと語訳された。1886年、イギリスのウィリアム・デニングは、線状の地形は、 自然現象にしては不規則なのに気づいた。しかし、1895年には、イギリスのエドワード・マウ,ウンダーにより、戦場の地形は単に小さい地形の集まりだとして、確信づけられた。1892年、フラマリオンは、ラ・プレネット・マーズイセ・コンディションズ・ディ・ハベタ・ビレットで、火星の溝状構造が人工の運河に似ているため火星で、 賢い民族が水を分けるために使っていると書いた。彼は火星の住民の存在を主張し、人間よりも発達していると提唱した。スキアパレッリの観測に影響され、パーシバル・ローエルは、ローエル天文台を設立し、30から45センチメートル望遠鏡を設置した。この天文台は1894年、火星の調査のために使われた。彼は、 火星とそこに住む生命についての本を出版し、世間に影響を与えた。このリーは、他の天文学者らにも発見され、当時最大の望遠鏡であるフランスのニース天文台にある38センチメートル望遠鏡を、用いて、アンディ・ジェペロタンやルイ・ストロンらに観測された。1901年はじめ、アメリカの A.E. ダグラスは、火星の運河を撮影しようと試みた。 1905年にはアメリカのカール・ランプランドが運河の写真を公表した。これらの結果は広く受け入れられたが、ギリシアのウジェーヌ・アントニアディやイギリスの博物学者、アルフレッド・ラッセル・ウォレスらは単なる作詞だと意義を唱えた。さらに大きな望遠鏡が使われるようになり短く、直線上のコノリーが観測された。 1909年のフラマリオンによる 84cm 望遠鏡の観測では不規則な模様は見つかっているがこのリーは見つかっていない。左の画像では火星極付近の薄い雲が見えているが、右の画像では火星の表面で砂嵐が起こりわかりにくい。NASA HST 黄色い雲により表面が暗くなることは1870年代。 スキアパレッリが観測した時から知られていた。1892年と1907年の章の際はこの雲の証拠が観測された。1909年、アントニアリは黄色い雲がアルベド地形の隠蔽に関与していることに気づいた。彼は火星が太陽に接近していて地球から章の位置にある時、黄色く見えることを発見し、エネルギーを受け取っていると分かった。 彼は風により飛ばされた砂や土が雲の原因となっていると提唱した。1894年、アメリカのウィリアム・ウォレス・キャンベルは火星のスペクトルが月のスペクトルとほぼ一致することに気づき火星の大気が地球に似ているという考えに疑問が出た。以前火星の大気中から水が検出された時は悪条件だったと説明され、キャンベルは水が 地球の大気から検出されたと突き止めた。彼は極寒に氷があることに賛成していたが、水蒸気が検出されるほど大きくないと考えた。キャンベルの考えは物議を醸し、天文学の共同体から批評されたが1925年、ウォルター・シドニー・アダムズによって確認された。ドイツのヘルマン・シュトルーベは、平たたま型をした火星の重力の影響を決定するために、 火星の衛星の軌道の変動を観測した。1895年、彼はこのデータを用いて、赤道直径が極直径より190分の1ほど大きいことが分かった。1911年、精度が正確になり192分の1と分かった。この結果は1944年、アメリカのエドガー・ウィリアム・ウロードによって確認された。1924年、 ウィルソン山天文台の2.54メートルフッカー望ー遠鏡に搭載された真空の熱電体を用いて、セスビー・ニコルソンとエジソン・ペティットは、火星の表面から放射される熱エネルギーを測定できるようになった。彼らは、火星の気温を極で引く、摂氏68度、中心で摂氏7度に及んでいると突き止めた。同年、アメリカのウィリアム・ウェーバー・コブレンツと、 カール・ランプランドにより火星の放射測定が行われた。その結果、夜には温度が低く摂氏85度にまで落ち、日中と大きく変化することが分かった。火星の雲の温度は低く摂氏30度であると測定された。1926年、アメリカのウォルター・シドニー・アダムズは、地球と火星の軌道運動によるスペクトル線の赤型変異を測定し、 酸素や水蒸気の大気中の量を測定した。彼は火星には人の住めないような状態が多いと突き止めた。1934年、アダムズとテオドール・ダンハム・ジュニアは火星の酸素の量が地球の1%にも満たないことが分かった。1927年、オランダのシプリオネス・アニアス・バンデン・ボッシュは火星の衛星の運動をもとに火星の質量を決定し、 0.2%まで正確だった。この結果は1938年、ウィレム・ド・ジッターにより確認された。1926年から1945年、地球近傍小惑星であるエロスを用いて、ユージーン・ケーラベは小惑星の接動から内惑星だけでなく火星の質量を推定することができるようになった。彼の推定では誤差が0.05%ほどしかないが、 後の確認で、彼の結果は他の方法と比較して決定されたものだという説もある。1920年代、フランスのベルナール・リオは先光系を用いて月と火星の表面の性質を調査した。1929年に彼は火星表面から放出される変更が月から放出されるものに似ていると気づいたが、彼は霜や植生の変更によるものとして推定した。 火星の大気により散乱した太陽光の量をもとに彼は大気の厚さの上限は地球の大気の厚さの15分の1と設定した。これはつまり気圧は2.4キロパスカル程度になるということである。1947年赤外線分光器を用いてオランダ系アメリカ人のジェラルド・カイパーは火星の大気中に二酸化炭素を発見した。彼は 火星の表面の二酸化炭素の量を地球の2倍と推定した。しかし彼は火星の気圧を高く見積もりすぎていたため、誤って極寒に二酸化炭素の氷はないと結論づけてしまった。1948年、アメリカの隕石学者セイモアエルフェッシは火星の薄い雲には4ミリメートルの水が必要であり0.1キロパスカルの蒸気圧があると突き止めた。 火星のアルベド地形の最初の命名法は1960年 IAU により導入され、アントニアディの1929年の地図から128の名前が採用された。1973年 IAU は、ザ・ワーキンググループ・フォープラネタリーシステム、ノーマン・クレイッチャーを設立し、火星や別の天体への名称の案を統一した。火星の隕石であるアラン・ヒルズの 写真。1969年惑星変動を永続的に監視するために NASA はインターナショナルプラネタリーパトロールプログラムを設立した。この組織は火星上の砂嵐を観測するのに焦点を当てている。この計画でもたらされた画像により季節による火星のパターンがわかり、火星に砂嵐が発生するのは太陽に接近している時に起こりやすいと発表した。 1960年代から火星の軌道上からの観測や表面の探査のために数々の探査機が打ち上げられた。また、地上からのリモートセンシングや軌道望遠鏡で多種の電磁スペクトルを通して観測が続けられた。これには表面の物質を決定するための赤外線による調査や大気の蘇生を調べるための紫外線やサブメディ波による調査、 風速を調べるための調査などがある。ハップル宇宙望遠鏡は火星の体系的な調査を行い地球から最高解像度の画像が得られた。HST は太陽からの角距離が50度あれば惑星の有用な画像を撮影できる。地上の CCD が付けられた望遠鏡では火星の有用な画像を撮影することができ、ショーの時は天気の監視が可能となる。 火星からの X 線の放出は2001年、チャンドラ X 線天問台で観測され、2003年には X 線が見られる2つの要因があることが分かった。1つ目の要因は、火星の大気の上層部で太陽からの光を散乱していること。2つ目は、イオンの家電交換反応によるものである。2つ目の方は、XMM ニュートンにより火星の半径の8倍。 遠いところでも観測された。1983年、シャーゴッティ隕石とニコーリットとシャサイニーは分析により火星起源の隕石であると判明した。1984年にはアランヒルズ84001が南極で発見され火星起源と言われるが SNC グループとは完全に違った組成を持っている。1996年、この隕石が 火星の微小なバクテリアの化石を含んでいる可能性があると公表された。しかしこれに関してはまだ議論途中である。また地球で発見された火星隕石の化学分析によると火星表面付近の温度は40億年間にわたって氷点下だった可能性もある。1999年の章の際に観測された火星。2018年の章の際の火星。大気は 砂嵐で覆われており、太陽光発電で動く探査車には甚大な被害を及ぼす。ありがとうございます。